はい、ということで今日はですね、ペン釣り竿を買いました。ちょっとね、開けていきましょう。レッドフィッシング決対局マイクロ釣り竿セット竿リール糸付きですね。もうこんなコンパクトな。ペンのサイズはだいたい 20.2cm のやつが 100cm の本格的な釣り竿に変わるっていうね。カチャカチャしとるリールっすね。リールとあれか、このリールのところにつけるハンドル。うん、あ、そっか、こんな感じか。すげえ、おお、すげえ、こんな感じになるのか。あ、ここにはめる感じですね。ここくるくる回るんで、でここ閉じる感じですね。これ左付けっすね。左付けの刺して、でこっちで締める。まあまあですね。こうやって巻くんか。もうなかなかいいな。よし、ということで、ペン釣り竿を買ってみるぞというものでした。ご視聴ありがとうございました。これも次回試してみたいと思います。